はい、動画制作ユーグッド、月足です。今回はですね、このファイナルカットプロで、スライドショーとかで使うような縦スクロールの、写真のスクロールですね。このようなデザイン配置された写真が、下から上に流れてくるスクロールの作り方ですね。これをですね、一つずつの写真、をキーフレームアニメーションすると、結構大変です。これはですね、もう一つの大きな、シーケンスプロジェクトを配置するというような考え方ですね。作り方は、とても簡単です。まず素材を用意します。まず最初にですね、ファイナルカットを立ち上げて、ファイルの新規プロジェクト。これで、例えばアルバム。で、ここ、ビデオのところですね。ここをカスタムにします。ハイビジョンで作るので、横は1920ピクセルでいいんですけれども、縦をですね、ここを今5000にします。で、フレームレートは 29.97。5000というか縦長ですね。で、レンダリングが19で OK をすると、このような縦型の動画になります。プロジェクトですね、になります。はい。で、用意するものはですね、まず写真ですね。写真普通のデジカメで撮ったやつです。で、ファイナルカットのジェネレーターですね。ペーパーというジェネレーターをまず入れます。大きく、まず配置されてますね。8秒にしましょうか。クリップを一回クリックして、このタイムのところに800と押すと8秒の位置になります。そこで、コマンドシフト B でカット、いらないところを削除します。じゃあ、まず、一番最初、何でもいいんですが、この写真を、全部8秒から引っ張ります。で、ビデオインスペクターの調整やら、位置を、この、真ん中の画面の変形というところを押すと直感的に動かすことができます。ちょっと回転をしたり、移動でちょっと大きくしたり小さくしたりして配置します。なんとなくで合わせていきましょう。で、続いて、2個目。2個目の動画も配置していきます。同じ、大きさというよりかは大小ランダムの方がいいのかなというふうに思います。で、ちょっと傾きをつけたり、ちょっと重ねたりですね。で、三つ目。時には、もう整体のまま、どんどん置く。これはデザインの問題になるので、人それぞれになると思いますが、まず最初に、この縦長のところに、スクロールのレイアウトを作っていくっていうのがミソですね。で、また同じように傾きをつけたりですね。こんな感じですね。で、ラスト。これも8秒間伸ばして、これの場合はこういうことかな。このように、デザインを配置していきます。ちょっと下の方がなんか全体的に大きいですね。これが大きいのかな？大きくても構いはしないんですが。こんな感じですね。で、これをですね、全部選択して、右クリックで新規符号クリップっていうのを作ります。で、またアルバムスクロール。
るにします。これを大元に、今度ファイル、新規、プロジェクト、エディット、編集ですね。ビデオ 1080p の HD 編集の元になるシーケンスを作ります。422HQ。で、さっき作ったアルバムのこのスクロールをこのエディットのプロジェクトに配置します。今ちょっとわかりづらいんですが、ちょっとちっちゃくすると、この黒いのが編集のプロジェクトサイズですね。1920、1920、1080。で、これに、さっきの1920の5000っていうものを、直接、無理やり入ってるようにちっちゃくなっています。で、これを拡大していきます。横にフィットするようにしていきます。1920なので、横の大きさっていうのは、劣化しません。で、どんどん、160かな。で、Y 軸を調整して、最初の位置をここ。で、インジケーター、この編集のインジケーターの最初を、位置ですね。これにキーフレームチェック。そして、7分29のところで、Y をどんどん増やしてあげて、一番下にスクロールアップしていく。キーフレームを作ります。こんな感じですね。で、この変形のアイコンをクリックします。で、表示を 12.5% にしましたが、この12もう一個かな ?25 にします。するとここにモーションパスみたいに書かれてるんですけれども、両先端を右クリックして、スムーズを選択します。こっちになってますね。こっちもスムーズ。すると、まあ、イージーイズみたいな感じですね。じんわりどんどん早く動いて、ゆっくりと止まっていく。うん。スムーズな、あ、ちょっとちっちゃいですね。スムーズなスクロールアップのアニメーションとなります。まあ結構写真の演出をする結婚式だったり、まあ企業用のものとかでもなんですけれども、こういったスクロールアップとかを途中で挟むと、印象的なシーンになりますので、ぜひ皆さんも試してみてください。今回は以上です。ありがとうございました。